どうも、こんにちは、K です。今日はトラックジャケット特集。はい、ということで、今日はこちらの図を使ってトラックジャケットについていろいろ話をしようかなと。で、まずですね、この中央この辺りから左のパートがジャージ系です。で、右側のこちらですね。これがナイロン系と。 いうことで、まあ、ざっくりなんですけど、トラックジャケットというアイテムを、まあ、二つのパートに分けると、このジャージ系、ナイロン系というのに分けられるかなと思い、今日こういう分け方をしてるんですけど、まず前半ジャージ系いきます。で、後半ナイロン系に触れていくので、そんな流れでいきますが、まずジャージ系のこの左上の僕が選んだ、 3枚のスナップ見てください。はい。かっこいいと思った方はぜひ高評価お願いします。あのー、非常にいいスタイルをちょっと3枚選びまして。まあ、この3人の方、全員ジャージ系のトラックジャケットを身につけてるんですよ。ただ、それぞれ出す色っていうのがやっぱり違くて。 で、この左の方は、まあ、まずこのヘアスタイルなんかね、非常に強烈ですけど、まあ、このちょっとブルー系、薄いブルー系と、まあ、ネイビーのコントラストのある、このトレーフォイルのね、アディダスのトラックジャケットを、まあ、これね、珍しいんですけど、タックインして、スラックスに合わせてると。で、スラックスも短いんですよ。8分丈7.5分丈ぐらい、かなり短くって、で、そこからクロソックス、ちょっとボリュームのあるスニーカーと。このね、バランスの取り方、 非常にうまいなと。結構トラックジャケットタックインするのってだいぶ難しいので、まあそれをさらっとしてるのすごいなと思ったのと、まあよく見ると上もネイビー、パンツもまあもっと深いネイビーで足元ブルーっていう、まあブルーをベースにやってるんですよね。まあなんかこのスタイリングの中で、まあさらに色も遊んでてってなると、まあちょっと面白いなと思ってちょっと選んだんですが、で真ん中の方はまあ全身ニードルズで、 まあやっぱりね、このトラックジャケットといえば、ニードルズというイメージ、まあものすごくありますし、日本だとね、ちょっと若い大学生とかが着る、まあなんかちょっとこう量産に近いかもみたいなイメージあるかもしれませんが、結構海外とかだと、まあアーカイブとかもすごく人気なんですけど、まあそれがまさに象徴されてるというか、もう全身着てって、しかも足元もね、ニードルズのこのベルベットミュールの、 僕、パープル初めて見たんですけど、黒はね、なんかあったイメージがあったんですけど、パープル初めて見て、これすごくいいスタイリングだなと。ま、いわゆるそのカジュアルで、スポーティーなスタイルっていうのを、ま、ちょっとこうラグジュアリーにというか、エレガントに持っていくような、ま、このスタイリング。ちょっとね、スカーフっぽいのも首元巻いてたりとか。 いや、これ、洒落てんなと思って、ちょっとね、真ん中にドカンと持ってきたんですが、右側は、まあ、この二人に比べると、若い、ちょっとヤングな、こう、ユースな感じを感じますが、まあ、スクールライクな雰囲気もあり、まあ、その、シャツ、黒帯に、この、まあ、バーガンディというか、ワインレッドの、まあ、これもニードルズのね、トラックジャケット入れて、まあ、シンプルなパンツに、アディダスの、これ、サンバかなまあ、スニーカーを入れて、というシンプルなスタイリングなんですけど、まあ、これもね、ちょっとこのヘアスタイルとか、まあ、顔つきとか、 まあ、ちょっとこう、ずるいとこですけど、まあ、独特の雰囲気があって、非常にいいな。なんかこう、映画とかドラマの主人公みたいなさ、そんな雰囲気を感じて、まあ、このお三方、それぞれ似たようなアイテムなんですけど、まあ、この色の違いとか、着方の違いっていうところで、まあ、開けるのか、まあ、閉めるのか、タックインするのか、しないのか、みたいな、それぞれ色があって、まあ、トラックジャケットって結構面白いんですよっていうのは、まず前半最初、伝えたかったんですよ。皆さんに。なんとなくわかりましたかはい。で、 まず、直近で、このジャージ系のね、トラックジャケットの良さが出た、えー、ルックを今日は4つ用意したので、ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、ちょっと画面の操作が難しくて、あのー、なんかズームされたり引いたりとかちょこまかしてますが、皆さんすみません。で、えー、と、左、はい、えー、エゴンラボ 23SS。これがバレンシアガの23リゾート。で、ブルーマーブルの 22AW。で、これがウェールズボナーディダスの 22SS と。 ということで、まあ、直近1年くらいの、えー、コレクションを見てると、まあ、ちょっとバレンシアガをね、ここに入れちゃうと、これから言うことのちょっと信憑性みたいなのがいやいやなくなっちゃうんだけど、まあ、もちろんね、すごくキャッチーというか話題になったのでちょっと入れましたが、まあ、最近のここ1年くらいの、まあ、このジャージ系のね、トラックジャケットを使った、まあ、海外ブランドでの、まあ、トレンドというかスタイルで言うと、 まあ、どれも見るとわかるかもしれませんが、まあ、洗練されてるんですよね。結構こういう風に、まあ、ルーズなまあまあトラックジャケットを取り入れるっていうのは、まあ、さすがバレンシアがデムなというか、ものすごく異質で今の時代ではね。結構こうやって洗練させる。まあ、エゴンラボとかを見ても、組み合わせ自体は、まあ、このトラックジャケットにデニムなんていう非常にカジュアルな合わせなんだけど、まあ、それをちょっとズームしますか。 まあちょっとこの海モチーフのね、この貝殻のイヤリングとか、まあパールじゃないんだけど、なんかまあパールっぽい、まあこの大粒のね、ネックレスをしてたりとか、まあ足元もちょっと厚底のブーツを入れたりとかっていう風にして、まあスタイルとしては、こうカジュアルをあんまり感じさせない、まあよりこうエレガントにというか、すごくこう洗練させて見せてますよね。このスタイルっていうのも。で、 まあちょっと一旦飛ばして、ブルーマーブルを見ても、まあこのインナーの合わせにこのシューズなんかを見ると、めちゃくちゃルーズで、ほんと休日のオフ感というかさ、まあそんな感じを感じるんだけど、まあそこにこのファーコートという、まあエレガントなものを持ってくると。で、まあこのウェールズボナーなんかも、まあまさにですが、まあアディダスコラボの、まあこのトラックジャケットに、これもよく見ると同色に近いような、まあこのタートルネックを入れて、 で、パンツはまあ、黒のね、ストレートのスラックスストンと落としてっていう。まあ、ルーズなんだけど、合わせは。まあ、でも、ジャージっぽく見せないみたいな。まあ、そういうのが最近、ここ1年くらいだと、結構、海外ブランドは主流なのかなと。まあ、何度も言いますが、バレンシア側かなり異質です。で、この後ちょっと下の、あの、一つ前の時代にも触れたいんですが、一旦ここでちょっと右の矢印に、はい、行きましょう。はい、こちら。 直近で、まあ、ジャージ系、ちょっとターク微妙に別なんだけど、まあ、ジャージ系のトラックジャケットを発表した、ドメブラのルックをちょっと4つまとめました。はい。えー、左側が、まあね、最近東京で行って非常に良かったと僕も動画にしたんですけど、宗主大月の、まあ、あの、東大寺のね、いつもデニムジャケットやってますけど、それを今シーズンは、えー、トラックジャケットに落とし込んだと。で、 タークはね、ちょっとこれまあ、いわゆるジャージ素材ではオーガンザとかそっちなんで、ちょっと光沢あったりするんだけど、まあタークの 22AW。で、こちらが、ウィメンズのルックなんですけど、まあ大陸が 22AW で発表した。もうこれ胸にね、OSA というこの刺繍が入ってる。まあその大阪アメ村とかの、まあカルチャーを拾った、大陸のコレクションだったので、まあそういったのが落とし込まれてたりとか、まああとはパリで言うと、 まあ、ダブレットがね、このジャミラルックっていうのを数年ぶりに 23SS で復活させたと。まあ、ドメブラのこの4つのルックを見ると、まあ、いかにドメブラが個性的かっていうところが、やっぱりわかるかなと。まあ、時代的には、まあ、ウェールズ・ボーナーとか、まあ、エゴン・ラボとかまさに象徴してますけど、まあ、こう、トラックジャケットをよりこう、洗練させて見せるみたいなのが多い中で、流れとしてはね、まあ、ドメブラは直近のコレクションでも非常に、あの、いろなこう、見せ方をしてるというか、まあ、この辺はやっぱり やっぱり良さとしてては出てるかなとまあでもやっぱりこのジャージ系のトラックジャケットのアイテムっていうのがここ1年でまあほにいろんなブランドからまあ出てるっていうのがまあこの辺りでまあなんとなく分かっていただけるかなと。で1つ前の時代に戻るとまあ今ね2022年とか2023年っていう最近のコレクションをちょっと触れましたがその少し前ってどうだったんだろうっていう話をしたくって。こちら右のブランド これわかる方いるかなま、あいるか。このチャンネルの視聴者の皆さんは多分詳しい方多いので知ってる方いると思いますが、豪車です。豪車ラブチンスキーの 17SS が右2ルック。で、こちらがアディダスコラボですけど、18SS。で、こちら左の2つのルック。どこのブランドかわかる方。はい。多分このチャンネル多いと思う。ラグジャリー好きな方多いので。こちらバレンティノです。はい。バレンティノの 18SS。 ちょうどこの前ブラックタイのさ、ドレスコードを破壊するコレクションをやったブランドとは思えないくらい、まさかのトラックジャケット尽くしだった、このバレンティードのコレクションと、まあちょっと豪車っていうのを挙げさせていただいたんですけど、まぁ、あ、豪車とか見るとさ、ちょっとさっきのバレンシアガに通ずるものがあるの、わかりますかこのようなアイテムとかめちゃくちゃ似てるし。 このスタイルなんとなくあるじゃないですか。一つ前の時代のトラックジャケットって17年とか18年くらい。要はだからベトモンとかバレンシアガが猛威を振るってたような時代。まあ、ゴーシャももちろんスタイルの発信するブランドとしては、ものすごくこう人気があったというか、まあニッチなところではあったけど、ゴーシャってものすごく、まあ影響力というかパワーがあって、まあこういう感じだったんですよ。要は、こんなエゴンラボとかウェールズボナーみたいに洗練させて見せる、エレガントに見せる、シャープにとかじゃなくて、 あえてダサくってっいうのがまあ、ほんとこういった、ちょっとまあ、豪舎はもうちょっとアングラーなね、ところだったりとか、まあそういうユースカルチャー拾ったりとかっていうところがありましたけど、まあもうほんとルーズに、割とこうサイズ感とかも適当に、まあダサくてもパッと見いいみたいな、まあそこが逆に良さであるっていうのが、割とこの2017年、18年くらいっていうのはすごく、 強かったかなと。まあ、それを象徴してるのが、この豪車のルックな気がしますね。はい。ただ、今見ても本当これ似てるよね。<laughs> 本当に。トレフォイルと、ま、このね、あの、いつもの新しいアジアスのロゴが違うぐらいで本当似てるなっていうのは思うんですけど、まあ、ある意味、豪車は結構ほんとすごかったんですよね。時代の先を行くというか、まあ、すごいブランドだったんですけど、まあ、こういうスタイルが本当多かった。トラックジャケットを入れるとすれば、まあ、いわゆるこういうブランドとかで入れるってなったら、 結構こういうスタイルだったんですよ。で、まあ、バレンティノはこのコレクションって結構かなり国評だったコレクションだったんですけど、まあ、いよいよ、ラグジュアリーもこういう影響を受け出したっていうことが、 なんとなくわかるかなと。まあ、この上のブランドとか見ても、まバレンシアガがいますけど、まあ、エゴンラボとかさ、ブルーマーブルとか、まあ、ゴーシャとかもそうだし、まあ、この辺りのソーシオ付きとかダブレットとかも、まあ、いわゆる、まあ、デザイナーズブランドに当たるようなブランドタッチじゃないですか。それが、 この時代を少し遡ると、2018年というところで、まあバレンティノというね、まああれだけこうエレガントな、まあブランドっていうのが、実はこういうのに手を出してると。しかも、コレクションの中で一つとかじゃないよ。もうルック1ぐらいから、バーッとトラックジャケットをたくさん発表したコレクションが、まさに 18SS だったので、まあ少し時代のこう移り変わりみたいなのを、 まあ感じるかなというところが、まあターニングポイントとなったのが結構この17、18年くらいかなという、ええ、僕なりの説明です。皆さん伝わってますでしょうかちょっと雑かもしれませんが。で、さらに、じゃあここに影響を与えたのってどこなのと。今新しい順に降りてきてるんで、まあ今こういうスタイルがあって一つ前はこうだった。でもバレンティノとかが、まあこういうスタイルをやり出したのでどこが影響なのと。言うと、はい。 こちらです。ちょっとこれブランド名間違えて入れちゃってますが、左がアミの 16SS。で、右、まあ、これを見てね、どのブランドかわからないという方はいないと思うので、はい。こちら、グッチですね。ミケーレの、まあ、グッチの 16SS。ちなみにこれ僕上下買おうとして、あの店頭で死ぬほど悩んだ記憶あります。プリンスタイルに合わせて履きたかったんだけど、 どうしても僕が着るとこうはならなくって、本当にただいかついやばいやつみたいになっちゃってやめたんですけど、ま、そんな思い出があるこの、ま、トラックジャケット、いわゆるジャージですね。で、こっちがそれの、ま、ベルベット版みたいなので、16AW で出てるんですけど、個人的にですが、ま、バレンティノだったりとか、ま、そういった名だたるブランドも、ま、そういったアイテムに手を出したっていうのは、このミケーレの 16SS。ま、これはかなりインパクトありましたね。 うん、これは僕もその時見てて、うわぁと思った記憶があるんで、まあ、非常にインパクトがあって、で、次のシーズン、しかもこの赤のね、あの、本当にエレガントな絨毯を敷いたコレクションの上で、まあこのベルベット、ベロアの、まあこのトラックジャケット発表するっていう、まあここ非常に強烈でしたし、で、同じようなタイミングで、アミはですね、まあ非常にこう、クリーンに、まあこのトラックジャケットを入れるっていうルックを発表したんですよ。 ま、これもね、当時ね、結構アミー注目されてた時期でもあって たので割と取り入れたりする方って結構多くってまあアミコートもねあの毎シーズンいいの出してたので網のコートにこういうトラックジャケット入れたりとかでまあこれなんかはちょっと足元もまあローテクなスニーカーに、えー、白ソックスでっていうまあちょっとこうスケーターとかそういったカルチャーも気持ち拾いつつまあストライプのねしかもこれあの線違いなんですよねわかりますこの線の幅がセットアップじゃないんですよ本当はまあ、それを合わせてっていう まあなんかこういったスタイルっていうのが結構グッと出た時期がまさに2016年。ここがね、結構いろんなブランド、まあ特に引っ張ってたのはグッチだと思いますけど、まあトラックジャケットっていうのがグッと出てきた。だからそれで影響を受けたのがまさにこっちなんですよ。皆さん伝わってますでしょうかちょっと書きにくいんだけど、まさにこのラグジュアリーのスタートとなったのは、まあこのグッチがやって、えー、バレンっていうのが影響を受けてと。 いうようなね、まあ流れがあったんですけど、じゃあまあ、これの前ってないのと、遡るとね、これの前ってないのと、言うと、はい、それがね、あるんですよ。これのきっかけとなったのが何かというと、はい、こちらです。まあ、ベトモン・デムナによるストリートブームっていうのが、やっぱりきっかけ。 なんですよね。まあもちろんその前にもトラックジャケットが出たタイミングとかっていうのは色々あると思うんだけど、まあいわゆる直接的に実はこのベトモン・デムナ、まあこの辺りの時代、まあ16年、17年とかバレンシアガも含めてですけど、意外とね、ジャージ系のトラックジャケットって、 当時出てないんですよ。フーディーとか、まあ、ロンティー。また、この後触れますけど、ナイロン系とか、そっちは出たんだけど、意外とね、ベトモン・バレンシアが16年、17年あたりって、その、ジャージ系のトラックジャケット、いわゆるこういうやつとかね。 実は出てないんですよね。ただ、やっぱストリートっていうのを、まあ、ここで巻き起こした、まあ、デムナっていうのが、まあ、ものすごいやっぱり影響としては大きくて、まあ、ここで本当にラグジュアリーとか、まあ、ストリートとそのラグジュアリーとか合わせるとか、まあ、そういったのが、やっぱり爆発的なムーブメントになったので、まあ、それを受けて、まあ、時代を作ったもう一人である、ミケーレはいきなりラグジュアリーと合わせたんですよね。まあ、そういったのからこういう影響が生まれて、で、バレンシアガのストリートとかからまさに、 まあ、豪車のようにね。まあ、こういったちょっとアンダーグラウンドな、まあ、ちょっとやんちゃなようなのが出てきて。で、まあ、今、こうやってまた時代が回って、まあ、いろいろなスタイルで作られてる。で、まあ、さらにそれが、ドメブラにももちろん落とし込まれてるしっていう、まあ、こんな時代の流れが、まあ、ざっくりなんですけど、実は、 あるんですよね。まあ、なんとなく皆さんわかりますもちろんいろいろありますよ。はい。もちろんいろんな、あの、ブランドから出てたりとか、もちろんあるんですけど、まあ、僕が感じた、ちょっとした年表みたいなので言うと、まさに、ま、14年、15年、16年あたりの、まあ、このブームから影響を受けて、で、まあ、爆発的なブランドっていうのが、本当にね、時代を作ってたブランドがやって、まあ、こういろ回ってったと。で、今、旬な感じで言うと、まさに、こういうエゴンラボの、ちょっとこう洗練された、 感じでト、えー、トラッックジャケットを合わせるとまあ、なんとなく伝わったかな。はい。まあ、これが、ジャージ部門です。はい。あの、ちょっと図を使って説明するの、実はすげえ難しくって、あの、買い物動画とかって、僕パソコン触るけど、まあ、特にズームとかあんまりしないじゃん。まあ、たまにするけどあんましないから、ちょっとこうやって動かしながら喋るのすごい難しいんですけど、あの、伝わってればいいなと。はい。ジャージ系、こんなところで、以上です。 では、さっきもね、ちょっと出た、まあ、バレンシアガとかベトモンとか、まあ、その、ナイロン系っていうのを、まあ、どんな感じになってるか。はい、ちょっとこちら、見ていきましょう。はい、ナイロン系です。はい。まず、直近ですね。さっきも最初、直近の、まあ、あの、いいコレクションっていうのをまとめたので、ちょっと今回、3つですね、ルック、ピックアップしましたが、はい。左、はい、こちらは、マーティンローズです。はい、ピッティオモでやった、マーティンローズの 23AW。 で、右は先ほども出てきましたが、バレンシアガの23リゾートの、まあアディダスコラボと。まああのコラボは、ジャージ系と、このナイロン系と、2パターントラックジャケットが出てたので、まあここではナイロン系を持ってきてるんですが、まあ、やっぱりここは非常に目立った2つの、 まあ、ルックというか、コレクションだったかなと。まあ、ニーザエダブの中で言うと、まあ、こういった、まあ、ナイロン系のトラックジャケットっていうのを用いたルックで言うと、マーティンローズが、まあ、一番目立ってて、まあ、これなんかは、オスカーかな、アカデミー賞かな、で、出た、あの、一人、こう、アーティストかな、が、全身で着てたりとか、非常に話題になりましたが、まあ、ちょっとマーティンローズの持つ、アンダーグラウンドなところも拾いつつという、まあ、非常にいいルックで、まあ、バレンシア川は、まあ、いつも通りっていう感じなんですけど、その一つ、前の時代で言う、 言うと、まあ、22SS はちょっと直近なんですけど、まあ、時代の流れで言うと、これが2023年ね。これ2023年で、2022、2021、これ共にバレンシアがですまあ,あの、レッドカーペットのコレクションで発表した、まあ、このトラックじゃけど、まあ、この辺は皆さん見覚えあるんじゃないですか。はい。で、まあ、こっちもそうですね。あの2021年の春夏で、 で、バレンシアガは一つ特徴で言うと、意外とスニーカーで合わせないっていう。まあ、足元見てもスペースシューや、まあ、リノだったりとか、ま、あとはさっきもこういったブーツでね、まあ、これ話題になりましたけど、合わせてて、意外とストリートのまま落としきらずに、最後レザーシューズで締めるっていうのが、まあ、バレンシアガのね、一つ特徴でもあるんですけど。で、この後ですね、えー、さらに1年、え、2年、ね、え、遡ると20、20AW、20SS で、 まあ、ベトモンが、ほんと色違いで違うシーズンなのに同じアイテムを出すという、まあそういったコレクションが、まあコレクションというか、まあルックが2つあって、 まあ、色違いなんですけど、本当に。まあ、ただ、合わせで言うと、まあ、20SS はね、まあ、このあの、Mac のね、前で、まあ、やったりとか、そういったのがあるので、まあ、ほんとなんか、こう、ガソリンスタンドじゃないけれども、働いてるような人のそのままの制服のようなモチーフで、左はちょっとこう、それを、まあ、ややクラシックに、まあ、トレンチだったりとか、ブーツで合わせてっていうような感じで、まあ、ベトモンも、やっぱりこういったナイロンジャケットをやると、当にいに色々なスタイルを持っていて、まあ、ただ、 ちょっと20年ぐらいはベトモンがもうやや勢いを失ってきている時なので、まあこうやって並べてみても、やっぱり完成度はバレンシアガの方が圧倒的に高いんじゃないかなっていうのはなんとなくわかりますし、さらにその前ですね、まあ大元のこうきっかけというか、まあこういったのが、出てきたのはどこかと言うと、まあこの時代だと思うんですよ。18年 SS のバレンシアガの まあこのトラックジャケット。はい。まあこれはやっぱり皆さん知らない方いないと思いますが、まあこれが出てきたっていうのは一つ時代が変わった。で、まあその実はちょっと前にデムナは 17SS で、まあこういったトラックジャケットっていうのを まあ発表してるんですよね。まあちょっと種類は違いますが、まあちょっと狙ってるところは近いというか、まあこういったものをあえて持ってくる。まあバレンシアガのロゴっていうのも、まああえて胸に入れると。まあちょっとだから、トリプル S なんかも含めてそうですけど、まああえてダサいものを持ってくることが、 いいんじゃないかと。で、これ17年、18年じゃないですか。で、それ横にそのままスライドすると出てくるのが、まあ、ちょっとこのあたりなんですよ。さっきも言ったように、ちょっとこう、ダサいものをあえて取り入れる。まあ、それが逆に今かっこいいんじゃないか、みたいな。その時代が来たのがまさに、まあ、17年、18年あたりなのかな、っていうのがまさに出てって。で、まあ、これを生み出したの誰かとなると、はい。デムナなんですよね。も、まあ、もちろんなんですけど、もちろんなんですけど、結局、 結局ね、僕ちょっとこの図をなんとなく作ってて思ったのが、まあ、こことここ、結局繋がるんじゃないかなっていう、このまあデムナと、すげえ丸下手だけど、まあデムナとっていうところで、だからまあ、 もちろんね、この今日の僕の解説っていうのは諸説あります。はい、皆さん重要ですよ。はい、あの、諸説あります。はい。僕が思ったことなんですけど、まあ結局まあもちろん古着のね、そのヴィンテージのトラックジャケットのトレンドとか、それもあるから別にトラックジャケット全般に言えることじゃないんだけど、まあこのブランドを絡めた、まあコレクションとかで言うと、 結局、このトラックジャケットをいろんなブランドが発表するようになったのって、やっぱりこのストリートっていうブームを、ま、デムナが巻き起こした。ま、その、あえてトラックジャケットとか、本当だったらそれまでのバレンシアガとかでは考えられないようなアイテムを、あえて入れる。ま、それがかっこいいっていうのを、ま、時代とともに、こう、徐々に徐々に上に向けてアップデートしていくと。だって明らかにこのスタイル18 SS、18SS 17、17SS のこの辺あたり、ま、これバレ、こっちベトモンなんですけど、よりさ、 この辺やっぱ洗練されてるじゃないですか。やっぱりかっこよくなってきてるし。で、さらにアップデートすると、まあね、いろんなブランドがこういうことをやってて、まあやっぱり時代とともに変化をしているっていうのがわかりますし。まあ結局ジャージもそういった、まああえてダサいの入れるのかっこいいよねみたいな、ストリートブームからラグジュアリーがやったりとか。 まあね、いわゆるちょっと強烈なデザイナーズブラのアングラなところがやったり、まあ、ラグジュアリーがやったり、まあいろいろ変化してドメブラにも行ったりみたいな。まあ本当そういったところのきっかけっていうのは僕は意外とデムナにたどり着くところっていうのが、まあここ直近のね、まあこの2015年14年あたりからの、まあこのいわゆるブランドが出すトラックジャケットっていうのは、 結構デムナのところが強いんじゃないかなと。まあ、デムナ直接ね、このジャージ系のトラックジャケットを作ったりとかは最初はしてなかったので、ナイロンが出てきたところぐらいから時代がやっぱまた変わったっていうのは、まああるのかなと。ただ、何度も言いますが、はい、はい、はい。これ僕の解説が正解というわけじゃありません。 はい。諸説ありますので、皆様その辺理解お願いします。では今日はこんなところかな。はい。あのー、結局僕は何が喋りたかったのかよくわかりません。あれただまあ、あのトラックジャケットっていいよね、ということを伝えたいというか、うん、あの、いいよねっていう話と、まあ結局ほんといろいろ遡ると、まあ、デムなっていうところがキーワードとしてやっぱ出てくるのかな、なんていうのは思いました。はい。では今日はこんなところで、皆様、はい、以上にします。ご視聴いただきありがとうございました。 で、まあ、面白いとか、はい、あの、なんかそんなのがあれば、ぜひ、高評価、コメント、そして、ま後の方は、チャンネル登録、励みになりますので、皆様ぜひ、よろしくお願いします。そして、サブチャンネル、K の息抜き部屋、毎日更新してますので、ぜひ、そちらも、チェックしてください。では、以上にします。バイバイ。